分子シミュレーションは何らかの物理現象や物質が持つ物性などを分子の動きを数値計算することにより解析する試みのことである。科学や物性物理の分野で主に用いられ実験と両輪をなすものである。また複雑で多量な計算を必要とすることが多いため計算機を用いて計算させることが一般的である。 計算の中で考慮した全分子の位置座標、速度、分子間の相互作用、外場の影響などを全て記録し、その変化を追跡できるため、分子間の相互作用などのミクロな物性の起用が、大きい物理現象や対象とする物質が持つ物性が、分子レベルではどういった起源を持つのかといったことに関心を寄せる、科学や物性物理に支持されている。 計算の規模は小さい場合は分子数個、大きい場合でおよそ1万個程度が目安となる。これは水分子で考えた場合、大きな計でせいぜい 3019g 分ということになる。現実生活で我々が扱う量からすれば大変小さく感じるが、現実にある現象などを記述するにはこの程度の計で十分であることが多い。 分子シミュレーションを行い解析することが優位になる。点は、コストが小さく済むこと計算中に、人の関与を必要としないこと安全である、こと詳細な解析データを得られることなどが挙げられる。1から3は、人間という、最も高価で汎用性が高いリソースを使わないで、済む、人間にとって変わる意味でのメリットである。4は、実験では、 分析機器の制約から得られないデータが得られるため、実験にとって変わる意味でのメリットと言える。一方、分子シミュレーションの苦手とする点は、結果が出るのに時間がかかる、モデル誤差があり、現実からいくらかずれる計算機の進歩により数年、前のデータが陳腐化するなどが挙げられる。一のデメリットは、現実では1秒に相当する時間分の動きが、 計算に一年かかるといったことが珍しくないというほどの大きさである。2は常に意識しておかねばならない点でモデル誤差をどう解消するかという努力とその誤差とどう付き合うかを模索する努力のどちらかを必要とする。3は分子シミュレーションが一般的となってからおよそ30年は続いている現実である。計算リソースの限界に挑んだようなデータが 数年後には、禁止が荒すぎるために使い勝手の悪いデータに、成り下がるといったことがままある。以下は分子を、構成粒子としたシミュレーションではないが、同様にナノ、マイクロオーダーの粒子を対象とした、科学、物性物理的なシミュレーションである。ありがとうございます。